四方、西武ライオンズ、驚異の延長戦15連敗。八百長みたいな負け方してんな。くさ、ひでえな子や。これもうお払いするレベルちゃいますの？おう、もう。延長戦のう。ほんと面白すぎるわ今年の西武。はぁ、ひっとい、なんなのこの球団。山川の呪い強すぎやろ。山川にダイブーイングした結果。カズオ名バッキバキでくさ。暗黒ベースみたいな雰囲気になってきたな。地獄すぎてくさ、西武ファンマジでやむだろこれ。さよならライオン。山川ブーイングしてから呪われてるやろ。お払いした方がいい。かわいそすぎて抜けない。ソフバンの負け数と西武のさよなら負け数が並んだ。頭おかしなるで。見てて辛いものがあるわ。ここまで来るとさすがにカズオだけのせいちゃうやろ。監督のせいで負けるなんてせいぜい数試合くらいやからな。大半はフロントの責任や。まずこんな打線ならまともに点取れるわけないし監督だけの問題じゃない。リリーフ良か打線やね原因は、全く点取れないからそら決壊するよ。延長に入ってからずっと松井の目が雁木待っててやばかった今にも目玉が飛び出そうやった。これだけ短期間にさよなら負け見てたら頭おかしくなってそう。毎年新庄ハムより目立つ球団出てくるよな。また新庄が本物に負けたのか。